しますす渡辺かりんです。あのどうですかね、その咲夜姫というね、あのふんどしパンツというかね、あのお作りになった何かそもそものきっかけみたいなことから話を聞かせてございますか。あの最初あのふんどしパンツを、うん、友達から紹介されて、はい、あこれは鼠径部解放されるし、うんうん、素晴らしい下着だなと思って、うん、気に入って使ってたんですけど、やっぱりいろいろと使いにくいところがあって、で友達に勧める時もこれは鼠径部解放されて気持ちいいけど、うん、こういうところは気をつけてないと、あの注意書きを言いながら紹介しているうちに、その注意書きを言うのがあの面倒だと言って、それでもう自分もベストだと思うものを作ってみようと、うんうん、ちょうど私あの貸衣装屋に嫁ぎまして、はい、創業50年 の歴史ある貸衣装屋で、はい、あの着物、シルクの着物を扱ってまして、なるほどね、うん、かねてからのあの着物の裏側の胴裏っていう証券の歯舞台の、はい、うんうん、心地よさに惚れてまして、手入れしながらなぜてなんかうっとりして、うんうん、気持ちいいなって思ってましたので、ね、うんうん、じゃあこれで作ればいいんじゃないかと思って、でそれで証券の白ってシルクって応変するんですよ、日にちが経つと黄ばんでくるので、うん、あ、そうか、うん、だからそれが防ぐために染めようと思って。あ、なるほど。